てみです。今日はですね、男性の女性がよくある愛してもらってない枠みたいな事件みたいなの話をしようと思ってます。これね、すごい多いじゃないですか。なんか別れた男性とかに対してもそうだし、なんかこういうふうに付き合ってたっていうことにそうだし、なんだろう、いろんなことに対し、いろんな、まあ結局そう、人生の中で別れた男性の方が人数は増えていくわけですよ、付き合ってた男性よりも。っていうか付き合ってる男性が、まあたとえ2人とか、まあ3人とかいる人であってたとしても、現在進行形でね、別れた人の数の方が、まあ、その2人3人よりも絶対多くなるわけじゃないですか。まあ、例えば、まあ、旦那さん1人だったら、その別れた男性の数というか、まあ、関係を持って、別れた数、それはプラトニックであれプラトニックでないであれ全て、多いですよね。だから人生っていうのは失恋の方が結局多いっていうことなわけじゃないですか。でそれから言うと、なんか女性ってどちらかといえばその別れた男性に対して愛されてなかった感みたいな、私は愛されてなかったなみたいなのがみんな多いんですよ。でなんか、いやなんか多分体だけが目的だったんだと思いますとか、まあ例えば別れた旦那さんとかでも、なんか結局浮気したから私はあの時愛されてなかったんだみたいな感じになる人多いんですよね。でこれまあ、人生、女性人生全部あるあるみたいな、芸能人とかもそうじゃないですか。芸能人結婚してなんか落ち込んじゃったりとかでそれなんですけどね、その話なんですけど、逆だなと思ってます。っていうのは全ての、まあ、男性も愛してたんじゃないのかな、その時はって私は思っていますね。その場、例えばワンナイトラブであり、1ヶ月しか続かなかった恋愛であり、まあ芸能人との、まあ、いわゆるプラトニックな何妄想恋愛みたいな、でもその人はその芸能人じゃなかったとしても、まあ、その1ヶ月とかの間はあなたのことを愛していたんですよね。それはその結果がどうであれみたいな感じです。なんか結果に集中しちゃうと、もうそれこそ黒歴史の連続になるわけじゃないですか。だって今付き合ってるしか、今、まあ、一緒にいる人って一人しかいないわけで、結局一人にしかできないわけで、それはそれ以外ってないわけですよね。だからその過去の男性をそれってまあ許していくというか、なんかね結構話を聞いてて思うのが、私なんかを好きになってくれるはずなかったやんみたいな感じなんですよ。だから私のことをこんなダメな私、まあまあ本当いつも通りなんですけど、もうド M なんで、みんなこんなダメな私を愛してくれてたはずないやんっていう風に思い込んでるんですけどね。でも実は違うんですよ。その男性はその男性なりにその時はすごく愛してくれてたんですよ。愛していたと思います。で、男性の愛し方と女性が求める愛し方は違うかもしれません。もちろん違うんだと思います。でも、その人はその人なりにあなたのことを 100% 愛していたということです。それはもう浮気して離婚した場合でもそうだし、セフレのように扱われたという場合でもそうですし、まあ今の付き合っているパートナー、何かしらの問題を抱え、何かしらの不満を私たちは抱えていますが、のパートナーも、パートナーはパートナー内になんか愛してくれてるんですよ。それを感じるか感じないかっていうのは、もう感受性の問題でしかないですね。で、これは本当にみんな、女性は結構バイブを使いすぎてるというか、心のバイブを使いすぎてるっていう、もうなんか不干渉なんですよ。不干渉になりがちなんです。その強い刺激になりがち、やめようよっていう、その強い刺激だから、人と比べて強い刺激もあるし、隣の人はなんかこうね、隣の今男性多いじゃないですか、家事やってくれる人とか、
に比べて私は家事をやってくれないから愛されてないとかも多いし、なんかね、愛されてないことを、証明することにすごい命をかけるんです。で、愛されてなかったことにも。で、それはなぜかっていうと、自分が信じてることを信じたいから、自分が魅力がないから愛されてなかったんだっていう言い訳にするんですよ。そう。で、もうそれやめないみたいな。少なくともあなたと一緒にいた時間っていうのは、彼らはあなたのことを愛していたでしょう。いてましたっていうことなんです。で、そこからですよね。その、じゃあ愛してくれてたのに、その愛を感じられなかったってあんたって何なわけっていう。そこから、自分の許しとかですね。相手に対する許しもあるし、自分に対する、見方とかもある。自分をどうやって扱ってたかっていうことが見えてくると思います。なので、やっぱりそのわだかまり感、愛されてなかったわだかまり感っていうのは、自分を愛してこなかったわだかまり感なんですよ。例えば、まあ、その扱い方が嫌だったっていうんだったら、そんな扱い方をする男性と付き合うことを許していた自分っていうことに向き合ってほしいです。ということで、すべての男はあなたを愛してくれていたといういいお話、今日はでした。ご視聴ありがとうございます。また明日。